アンナカレーニナトルストイ前回の続きからですカレーニーは書類の署名を終えてスルージンを眺めながら長いこと押し黙っていた幾度か言い出そうとしたが言葉が口から出なかった 彼はもう心の中で、君は私の不幸を聞いただろうね。という文句まで用意していたが、結局いつもの通り、では君、それをやっておいてくれるね。と言ってそのまま下がらせてしまった。もう一人は医者で、これも彼に好意を抱いていた。しかし彼らの間には、 とっくの昔から木型があってお互いに仕事が山ほどあるから二人とも急がなければならぬといったような気持ちが承認されていた女の友達分けても一番親しい伯爵夫人リディア・イバノーブなのことはカレ人ニはまるで考えなかった全ての女は単に女というだけの理由で 彼にとっては恐ろしく忌まわしく思われた22カレーニンは伯爵夫人リディア・イワノーブナのことなど忘れていたが彼女の方では彼を忘れはしなかったこの最も苦しい孤独な絶望の時に彼女はカレーニンを訪ねてきて取り次ぎもなく書斎へ入ってきた 入ってみると彼は前の通りの姿勢で両の手のひらに頭を乗せたまま座っていた私はお刺しずに背いてまいりました入ってきて興奮と急激な運動のために重々しく息をつきながら彼女はこう言った私何もかも聞きましたわアレクセイ・アレクサンドルビチ 両手で彼の手をしっかと握り、美しいもの思わしげな目で相手の目を見入りながら、彼女は言葉を続けた。カレーニンは眉をひそめて立ち上がり、握られた手を離して、椅子を進めた。どうぞ奥さん。私はどなたにもお会いしないことにしてるんですよ。私は病気なのでしてね、奥さん。 と言ったが、その唇は震え出した。アレクセイ・アレクサンドルビチ。と、伯爵夫人、リディア・イワノーブナは相手から目を離さないで繰り返した。と、不意にその眉が、目頭の方から吊り上がって、額に三角形を作った。美しからぬ黄色い顔は醜くくなった。ガッカレーニーは、 彼女が自分を哀れんで今にも泣き出しそうになっているのを感じた。と彼は感激に襲われた。彼は伯爵夫人のふっくらした手を取ってキスし始めた。アレクセイ・アレクサンドルビチ。と彼女は興奮のあまり途切れがちの声で言った。あなたは悲しみにおまけになってはいけません。 あなたの悲しみは大きなものですけれど、慰めをお見つけにならなくてはなりません。私は打ちひしがれてしまいました。私は殺されたも当然です。私はもう人間じゃありません。相手の手を離しはしたものの、涙に満ちた目を見守りながら彼にはそう言っ 私の境外はどこにも自分のうちにさえ、よりどころを見つけることができない、実に恐ろしいものなんです。あなたはよりどころをお見つけになります。どうかそれを探してください。ただし、私の中ではありませんよ。もっとも私の友情は信じていただきたいのですけれど。と彼女はため息とともに、 あなたのよりどころは愛でございます。キリストが私共に約束してくださいました愛でございます。イエス様の身は軽うございます。カレ人ニにはなじみ深い感激に満ちた目で彼女はそう言った。イエス様はあなたを支えて助けてくださいます。 これらの言葉の中には自分自身の光演な感情に対する感動がありまた近頃ペテルブルグに広まっているカレーニンにはなくもがなと思われる新しい神秘的な感激の気分が含まれていたにもかかわらず今のカレーニンはそれを聞くのが快かった私は弱い人間です私は粉々に 粉砕されてしまいました。私は何一つ予想していなかったので、今も何一つわかりません。アレクセイ・アレクサンドルビチ。とリディア・イワノーブナは繰り返した。現在亡くなっているものの喪失さなど言っているのじゃありません。そんなことじゃありません。とカレーニーは続けた。 そんんなことに未練はありませんが、私は自分の陥っている境遇のために世間を恥じずにいられないのですそれはよくないことだけれど私は恥じずにいられませんねえ私ばかりでなく世間の人がみんな感心しているあの気高い謝罪の行いはあなたがなさったのではなくてあなたのお心に宿っている神様がなさったことでございます。 とリやリ岩ブナは感激の目を空に上げながら言った。ですからあなたがご自分の行為を恥になるわけはございません。レれニには顔をしかめて腕を曲げ指をポキポキ鳴らし始めた。私の気持ちを分かっていただくためには、こまごましたことをすっかり知っていただかなくちゃならないのです。 と彼はか細そい声で言った。奥さん、人間の力には限界があるものですが、私も自分の力の限界を知ったのです。私は今日、丸一日、自分の新しい孤独な境遇から生じた。家に関する雑事でいろいろ殺事をしなければなりませんでした。召使い、家庭教師、感情、 そういうい小さな火が私を焼くのです。私はやりきれなくなってしまいました。食事の時、昨日なんか危うく食事の途中出ていきそうになりましたよ。息子に顔を見られるのが我慢しきれなかったのです。あれはこの出来事を尋ねはしませんが、しかし聞きたかったのです。私はその視線をじっと受けてはいられなかったのです。 あの子の方でも私を見るのを恐れていますがそればかりじゃないカレーニーは今日持ってこられた感情書きのことを言おうと思ったがそのまま口をつぐんだあの青い紙に書いた帽子やリボンの感情は自分自身に対する愛臨の情なしに思い起こすことができなかったわかりますわ アレクセイ・アレクサンドルビチ」とリディア・イワノーブナは答えた「私何もかも分かりますわあなたは私の中に助けや慰めをお見つけになることはできませんでしょうけれどそれでも私はできる限りお力になりたいと思ってまいったのでございます」